追い込んだバッテリー、外に構える、あ、チェンジアップですか。いいところですね。2つ目の三振を奪っています近藤。林廉三振でツーアウト。非常にうまく攻めましたね、はい、両サイドね、振って振って最後外に、あ、今退場が宣告されました。画面はリプレイを映して、先ほど不敬球審と何やら言い争っていた林廉だったんですが、うん、その退場の、まあ、最低にも不満です林廉。ツーストライク目のことでしょう、はい、そうでしょうね、うん、ただ文句言う場面じゃないしね、うん、ここで林廉が下がっていこうとしたその前の段階で不敬球審が退場を宣告しました。古谷コーチと元西コーチが割って入っていましたが、まあ、この辺りはあの言葉のすれ違いというのも、ね、当然、ね、あるでしょうけどもね。まあ、その言ってはいけない言葉ってありますからね、はい、その言葉を言ったんでしょうけども、はい、ただ林廉帰りかけてたでしょう。そうですね、暴言による退場ということになりました。今日の球審は福さんです。まあ、外国人選手がその暴言を吐いての退場ということになって、今ブラウン監督も今球審の不敬と話をしていますが、まあ、先日はあのカブレラ選手がね、はい、これまたこの審判の侮辱行為ということで退場になっていましたが、うん、まあ、でもね、日本もやっぱり厳しくした方がいいですからね、あのメジャーなんか本当厳しいですからね、まあ、ただ言葉の確認はしなきゃいけないですよね。そうですね、どういう言葉を吐いたことでの退場という、はい、うん、そこだけをやっとかないとね、はい、林廉自身もなんでっていうのはずっと残るでしょうしね、やっぱり言ってはいけない言葉ってありますからね。そうですね、今日のこの4子審判団の中で言いますと、セカンド塁審の丹波さんが英語に堪能で外国人とは普通にこう喋ることができるんですが、はい、まだブラウン監督が不敬球審と話をしています。ここは通訳を介しての、ただここは楽天にとってはチャンスでワンアウト二塁一塁という場面で林廉三振、ツーアウトになっています。まあ、退場を宣告された林廉まだベンチの中に残っています、はい、ちょうどこの画面の右サイド映っていないところで今退場が宣告されたんです ね、 そうですね、はい、でも本当ね、これ言葉のやり取りね、はっきりしとかないとね、はい、うん、これブラウン監督今抗議してますけど、はい、ここでまたちょっと怪しい言葉で退場っていうこともありえますからね。そうですね、だから、はい、この辺やっぱりね、外国人選手監督、はい、非常にやっぱり難しいところだと思いますよね。